これからスリッパにピンクのバラを描いていこうかなと思います。市販のこういうちょっと布のスリッパを探してきましたので、こちらにバラを描いていきます。ダブルローディングといういつもの手法で描いていきますね。結構綺麗に縦じわじわっていうんですかね、縦模様が入ってますので、筆をここに押し付けるように描かないと負けちゃいますね。こうしっかり描いていきます。閉じていきますね。そして外側を描きます。結構適当に描いてもこうやって間に花びらを差し込んでもいいと思います。一つ完成しました。じゃあ今度こっちにも描いていきましょう。ちょっとこれは斜め横向きにしてみます。ちょっと横向きすぎちゃったかな、横向きすぎちゃったので修正しますね。あ、ごめんなさい、見えましたかね。バラができました。可愛いバラ描きましたので、じゃあ次に葉っぱに行きます。結構濃いですから、しっかり巻けないようにここに葉っぱ入れていきますね。赤い絵の具が残ってたので少し赤系のバラに葉っぱになっちゃいましたね。根元はグリーンです。なんとなくの葉っぱで大丈夫かなと思います。黄色い色を入れていくとらしくなってくると思います。葉っぱになりますね。黄色い色を入れます。でまた、根元にもう一枚ここに葉っぱ入れたいと思います。隙間空いてるところに葉っぱ入れていきましょう。これ英語の CC を書きながらくるくるしながら書いていくと綺麗に葉っぱになりますね。で先端はちょっと黄色く、
先端は黄色くしましょう。で2枚、書いたんですが、ここにバランス取るためにもう1枚こっちにもこっちにも書いていきます。先端を黄色くしておきましょう。根元は濃い方が良ければ少し紫色のシェードを入れておきます。でもうちょっとはっきりさせるために黄色をもう一回かけます。ベースのキレが濃いので、茶色いので、ハイライトの色をきつくした方がいいと思います。そしたらこれで葉脈を黄色い色で入れていきましょう。多分濃い色で入れても見えないと思うので、こうやって葉っぱの見ま、あ、ごめんなさい、見えてなかったですね。ここに葉脈を入れます。葉脈を入れます。でちょっと枠を取った方がいいと思いますので、葉っぱ大きめにこうやって枠取りしましょう。これでいい感じになってきましたね。そしたらなんかこう、つるみたいなのをね、描いていくといい感じになると思います。見えないですよね。ちょっと汚れちゃいましたね。で、仕上げにですね、金を入れるといいかなと思います。この中心のところに金をてって入れます。もっとはっきり金が分かった方が良ければ金を入れます。あとはもうこれで完成なんですが、金色をサイドロードで葉っぱに入れてやると豪華になるかもしれません。ちょっと金をこうやって入れていきます。光って見えないかもしれませんが、金色の葉っぱにします。で一応バラを金色で描いてもいいかなと思ったんですけど、見えないので白い方がいいかな。こちらは金と白を混ぜた色でしていますね。どっちでもいいんですけど、こうやってはっきりさせてあげるとシャンシャンしてきます、バラが。はい、できました。こちらとのバランスを見ながらなんですが、こっちもちょっと白を入れますね。見ますか？完成しました。今日は
スリッパにバラを描いてみました。どうでしょうか、豪華なスリッパに完成です。